はいどうもこんにちは、ジェット大好きです。じゃーんここについてるレンズ、有名なオールドレンズです、えー。わずか数千円で買えるというものですね。私は6千円で購入しました。6千円ですよ。スペック的には5 5ミリいいですね。5 0ミリよりもちょっと長い5 5ミリで F1.8 という、えー。このキャップ、アサヒペンタックスと書いてありますね。これパカッと。 かぶせ式のキャップですね。これパカーッと外しますとまあ綺麗な玉ですね <laughs> キャップを落としてもうた <laughs> はい綺麗な玉でございますねはいえー、こういった感じの教頭ですねこれ金属共闘かなあのー、時期によってプラもあるらしいんですよプラの共闘になってるものもあったりとかね、えー、いろんなバージョンがあるそうですね僕はこれねいつのだっけこれは前期後期 <laughs> 前期後期は大まかにあるんだけどそれでもその中でもいろんなバージョンが分かれてるらしいですね後期の方が、えー、いわゆるアトムレンズがあるのかな、ね、これマニュアルフォーカスのレンズですそしてここに絞り輪があります F1.8 からその後は半段刻みかなねっ2分の1段刻みで F16 までと。 若干ねこれ取っておりましてこの絞り輪がどこにあるのかっていうのはねこの状態だともはや分かりにくいんですけどもね、えー、マウントアダプターによってこれね M42 のスクリューマウントですなのでクル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 ってやるとこれ外れますクルクルクルで外れますはいね M42 のマウントアダプターを何にしたかっていうと、まずは、l i カ M マウントにしました。これ l i カ M マウントです。スクリューマウントから l i カ M マウントに変換しました。なぜこうしたかっていうと、直でソニーの E マウントにしてもよかったんですけど、ソニーの E マウント以外にも僕カメラ持ってるんで、 例えばキャノンの RF だとかあとこれからライカ SL とかね買おうかなとか思ってるけどもライカ M マウントにしておけばとりあえず M マウントにしておけばいろんなミラーレスでもソニーでもキャノンでもニコンでも使えますからねとりあえずはライカ M マウントにできますね M42 スクリューマウントからライカ M マウントにできましたその上でこれ。 いわゆるテックアートって呼ばれてるやつね。我々の間ではテックアートって呼ばれてるやつね。まあ、あの、AF スタートボタンを押しますと、これピュ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 、伸びました。伸びました。ね。これね、AF 化したんですね。<laughs> AF 化できてしまいました。M42 マウントから M マウントかませて、瞳 AF 動くかな 瞳 af ほらほらほら瞳きた。瞳鼻に来るね。これ <laughs> 瞳 af 瞳瞳瞳瞳はいということでね。なんとなくは瞳 af が動いていると、吉祥寺のオルレアカメラさんというカメラ屋さん行ってね。あのー、お店の斉藤さんがね。おっしゃるんですよ。ジェットさんこれね！ あのとあるカメラマンさんがねプロカメラマンの方がこれを買っていってでソニーのボディにつけてポートレートを撮ったのを見て私はもう涙しましたというお話をされてましたね。それぐらいね安くてもすごくよく映るレンズというわけです。ね。このストーリーで6000円で買いました。<laughs> <laughs> このストーリーがあったから私は買ったわけですけどもね。じゃあね、写りの方をね、見ていきたいなと思います。はい、それでは作例、こちらでございます。まずはトンネルですね。えー、いつも撮ってるトンネルではありますけどもね、とにかく柔らかく写るのね、これ、開放で撮ってますけどもね。えー、開放で撮ってると、奥の方にこれ、ピント合わせてるんだけども、手前の方なんかね、不安不安になってるのわ分かるかなと思います。 いい感じですよねこうやってね奥行き出すとねすごくよくわかりますよねでこれ夜撮ったね、えー、商店なんですけども雑貨屋さんなのかな、えー、京都歩いててねよく前を通るところなんですけどもね、えー、こういったお店をね夜撮影したところ夜の照明だとねほんとふんわりいってね気持ちいいなと思います、まあ、現代レンズみたいなカリッカリには絶対にならないですね 確実にこうふんわりオールドレンズらしい優しい描写になるという感じですねでなおかつ、えー、夜まあさっきは夜でしたけどもこうやってね夕方とかに撮るとなんとなく昭和っぽい写りをしてくるんですよね <laughs> 昭和のレンズですからねいい具合に昭和じゃないですか、えー、これもねあの夕暮れ時の風景ですけどもねこういったのがね本当にね昭和っぽいなとさて こちら開放でで撮った状態ですけども、ね、まあこれまでもずっと開放の作例だったんですけども、えー、これ開放で撮ったコーヒーカップですねそして F8 まで絞るとピシッとねえー、まあ絞ればちゃんと改造するよっていうのはねまあ多くのレンズでそうではありますけどもねこれもえ例によって絞るとちゃんと改造します。 解放の場合はですね、このランプを見てほしいんですけども、よくよく見てほしいんですけども、わかりますか倍率色収差ですよね。まあ、パープルフリンジとは違うんですけど、これシアンずれてますね。あっからさまにシアンの色が、ちょっと青っぽいのがずれて見えると思うんですけどもね。うん。あのー、これがね、またね、いい味になってくるわけですよね。であとね、逆光に向けたとき、 えー、強い光源に向けた時にハローが出ますね、えー。これね、夜。夜ね、こういうハローが出ましたけども、これ街灯のハローですね。これ奥の方にいるおじさんがね、なんかね、なんか、なぎなたを持ってるのこれ。<laughs> おじさん危ないんじゃねえかななんか、なんか武器を持ってるんだよね。 <laughs> ってえこちら夕方夕暮れ時のハローですね太陽に向けてますうんいいですねき麗に出ますねちょっと絞るとねこうカクッとしますねはいいやー建物越しはいいじゃないですかこういうハローが出てねほんと何重にも反射してて綺麗な感じですよねこれはねで、えー、こちらがですね先ほどの 東本願寺のところでね、えー、ハローを出しました。これ絞っていく状態ですね。もう一つこれ。これもね、写真だとあんな感じだったけどもね、動画で撮っても、まあ、綺麗ですね。綺麗ですね、ほんとね。 えー、こちらもハローなんですけども、これシャドウですね、えー。車のヘッドライトでハローを作ってみました。何台もね、えー、何個もヘッドライトがあるからね、バッバッバーっと複数虹が出てね、すごい綺麗なんですけども、これね、F8 まで絞るとこんな感じになりましたね。えー、走ってる車の工房が撮れるっていうのはすごくいいなと、えー。店先に置いてあったボトルをね、撮ってみたんですけどもね、前ボケ。前ボケもほどほどの。 後ボケ、後ボケ綺麗ね。で、このこ工房じゃない、あの、玉ボケ。玉ボケ後ろにありますけどもね。えー、ちょっと輪郭強めのね、玉ボケですね。えー、オールドレンズらしい輪郭強めの玉ボケでございますけどもね。えー、これも手前の方をボケさせました。前ボケですね。前ボケでイルミネーションなんですけども、えー、こんな感じで。ちょっとね、えー、端っこの方なんで、えー、レモン型になっておりますね。 はいそして13番路地ですねあの。奥の方に行くに従って蛍光灯のねボケがだん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 大きくなってきますね。綺麗ですね、これも。はい、そしてオープンというね、えー、これ店先のネオンサインみたいなやつのをね、取、えー、ってみたんですが、わざわざぼかして取りました。いやー、ー綺麗な玉ボケじゃありませんか。 では、玉ボケの形をね、えー、どん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 絞っていきたいと思いますけどもね。F1.8、開放ですね。F2.0、ちょっとトゲットしましたね、これね。うん、ちょっとトゲットしましたね。F2.8、はい。F4、うん。F5.6、F8、うん。F11、 ほう。で ?F16 と。はい。そういう感じになっております。と、ま、そういう柔らかいレンズであり、えー、ボケに特徴がありなので、えー、ポートレート写真にもね、えー、人物撮るにもいいかな <laughs> とは思いましたけどもね、えー。こちらはね、人物というよりかは、京都駅前のね、とある居酒屋さんの前にある客引きのね、えー、坂本龍馬の像でございますけどもね。 まあ、いいですよね。すごい男前に撮れますね。で、やっぱりね、昭和のレンズということでね、モノクロ撮影にもいいですね。モノクロ撮影にいいってことはね、夜、夜ね、色の破綻をさせずにね、モノクロ写真を楽しむっていうこともできるわけですよね。なかなかにね、モノクロ写真、味があるなぁという感じがします。 おまけですけども、えー、紅葉と月なんかもね、えー、ちょっと撮ってみました。α7R4 ということでね、えー、APS-C にクロップなんかして撮ったりもしましたけどもね、えー、55ミリということで、えー、80ミリ相当になるのかな、クロップするとな。まあまあ、えー、こういう風にね、葉っぱと絡めて撮るとね、お月様もそれなりに見れるものにはなりますよね。まあ最近の カリッカリに改造するレンズを求めてらっしゃる方にはもう絶対に進めませんけども、まあふんわりといい雰囲気で映したいなって方にはね、まあ試しで買ってもいい値段ですからね、数千円で買えるわけですからね、お試しで買ってみるのもいいかなと思います。その分ね、マウントアダプターはいるけどもね、マウントアダプターも何千円貸しますもんね、安くてね。えー、僕はね、K&F コンセプトの一番安いやつを 買いました3000円ぐらいだったと思います、えー、ミラーレスお使いの方特にねフルサイズミラーレスお使いの方特にね使ってみると面白いんじゃないかなと思います、えー、スーパータクマ 55mmF1.8 でした